若い人たちの戦いはどんなにごぼうに詰めても制限としてある。数が集まれば必ずゲートは戻ってしまう。この日はできない。そういうことを毎日確認しましょうね。そして全県に呼びかけましょう。来てください。現場は荒れていません。安心です。安全です。皆さんがいれば工事は必ず止まる。小長さんのご婦人が昨日言ってる。晩酌尽きたら私たち夫婦も喜ぶ。こう言ってる。午前7時59分です。名護警察署長からゲート前で抗議を行っている皆さんへ警告します。道路において座り込む行為は交通の妨害となるほか、道路交通法は道路における禁止行為に該当します。速やかに歩道など安全な場所へ移動してください。どうぞ一人一人声をかけて。皆さんが警告に従わず違法行為を継続した場合、我々の動員をかけて周辺道路等における安全を確保します。部隊により自信を持ってやろうじゃないか。さらに呼びかけましょう。辺野古に集まれ。ゲート前に集まれ。政府の横暴を許さない。安倍内閣の沖縄殺害を許さない。機動隊が出てくるなら県民総決起で迎え撃つ。そういう戦いをぜひあさってまずはやってみようじゃないですか。必ず勝てます。そういう戦いをしながら負けない、そういうふうにしたいと思います。落ち着いて落ち着いて。あっちのやつが2つやるな。容疑者の立ち込む行為は大変危険です。お店の立ち上がって歩道へ移動しましょう。移動してください。はい、全部閉めるよ。来たぞ。